腰痛持ち必見、ずっと使えるキャンプマットの極み、ここに登場です。どうも、やみつき松本です。今回はキャンプ道具の中でも最も大切と言っても過言ではない寝具に関する道具なんですけども、中でもマット選び、皆様お悩みではないでしょうか。エアマット、インフレーターマット、いろいろなマットが展開している中で、どんなものを買っていいかわからないという方も少なくないはずです。そんな中、今回はもうキャンプマットの極みと言っても過言ではない最高のキャンプマットを発売するということで、今までのキャンプマットとは一味も二味も違ったキャンプマットのレビューをしていきたいと思います。ということで、今回ご紹介する商品はじゃーん、こちらになります。メディカルキャンプマットと呼ばれるマットなんですけども、見ただけではね、どんな感じのマットか全然わからないと思いますので、今回はですね、この商品を徹底的にレビューした上でですね、私が持っている他のマットとの違いなどを明らかにして、どういった点がおすすめなのか、また購入するときに、注意する点などをね、まとめて動画にしていきたいと思います。特にこれからキャンプを始めたいという方はね、マット選びとても大事になってくると思うんですけども、そういった中でもキャンプマットどういう点に注意して選んだらいいのかというところで、キャンプマット選びに悩んでいる方はたくさんいらっしゃると思います思いますので、そういった方にはですね、ぜひ動画最後まで見ていただければと思います。ということで、まずはね、このキャンプマットがどういった商品なのかというところ、商品特徴をまとめていきたいと思います。これね、サンプルなんでまだね、製品版ではないようなんですけども、まずここにね、パチンがついてますので、これを外すとマットになっていて、これを広げるだけという簡単な仕組みになっております。今これサンプル版なんでね、長さとかがね、通常の製品版よりもちょっと短いようなので、その点はね、ご注意いただければと思うんですけども、一見普通のマットではあるんですが、触った感じはね、全然普通のマットじゃないんですよ。ちょっとこの辺の商品特徴を改めてまとめていきたいと思います。メディカルキャンプマットという名前通りですね、このね、クッション材、触ってみるとね、もう全然違うことが分かっていただけるかと思うんですけども、このクッション材が介護や医療の現場でよく採用されているものを使っているということですので、長時間寝たきりの患者さんとかね、どうしてもね、腰とか痛めやすいんですけども、そういった方にもね、適したクッション材ということで、よりクッション性が高く、より快適な寝心地が得られるという素材を使ったキャンプマットということになります。この開発者の方がね、キャンプ好きだったんですけども、キャンプ行ってね、朝起きて腰が痛いということも結構あったということで、今回ね、最高のマットを作ろうじゃないかということで、このマットを開発したようです。で、この特徴ね、簡単に言ってしまいますね。まずね、一つ目の特徴、腰の負担がめちゃくちゃ軽減されますということですので、優れた体圧分散性があるということで、寝転がった時にね、体のね、圧をね、逃がしてくれるという特徴を持っているようです。ちょっと寝てみますか。よいしょ。はい。ああ、なるほどね。なんて言うんでしょう。私、通常はインフレーターマットを使っているんですけども、インフレーターマットより全然薄いんですが、局所的に力が加わったところは当然沈むんですが、こう寝てしまうと、その体圧が分散すると言われている通りですね、かなり安定感を感じて、地面の硬さとかをね、全く感じなくなりますね。これはすごいですね。で、この中ちょっと覗いてみますと、こんな感じの素材が入っております。ちょっとね、なんて言うんだろう、ギュッと力を加えた時に固めの素材になっておりますね。で、ここ外側は撥水の素材でできているということで、水にも強い、撥水素材でできたカバーをかけてあるというような商品になっております。確か寝てみるとね、こんなに薄くて軽いのに、寝た時の負担は本当にインフレーターマットと、引きを取らないぐらいの、寝心地を今感じましたね。ただやっぱこう膝をついたりすると局所的にはやっぱり沈むので、そういったところは、致し方ないかなとは思いますが、寝た感じものすごく快適性は高そうでした。で、二つ目の特徴として、通気性が良くて夏涼しいということが挙げられます。で、この中の素材、空気のね、層ができるような形になっておりますので、もちろん通気性がめちゃくちゃいいということで、やっぱりね、エアマットとかだと夏結構蒸れたりするんですよね。そういった意味で、これからの季節ですとかね、特に蒸れる時期は、こういった通気性、とても大事になってくると思いますので、これは一つ大きなメリットではないでしょうか。で、三つ目ですね、先ほども言った中に空気の層が入っておりますので、断熱性にも優れているということで、冬でもね、使いやすいということです。いわゆる、一般的にキャンプマットで使われ
われる断熱性の指標として R 値というものがあるんですけども、その R 値はねこのキャンプマットには設定されていないようですので、一概にね他のマットと比べることはできないのですが、私ねちょっとベランダの冷たいコンクリートの上とかでも寝てみたんですけど、まあその程度の温度感でしたら断熱はねしっかりできているかなと思いました。ただねこれが雪中とかね雪の上となってくると実際にねちょっと使ってみなきゃわからない部分もありますが、まあ一応そのダウンシュラフとかあるじゃないですかね。ダウンシュラフとかってなんであったかいかっていうと、その羽毛とかが空気を包み込んでくれることによって断熱効果があるということですので、このマットに関しても薄いんですが、まあ、空気の層は通常のマットよりも多いということで断熱効果も高いということになります。まあいわゆる夏蒸れなくて冬はあったかいということで、まあオールシーズン使いやすいマットということが言えると思います。それから先ほども言いましたけども、この表面の撥水性のあるカバーということで、まあ水がねかかったりしても大丈夫なので、まあ急な雨でも安心ですし、冬とかだとね結露しても撥水効果があるので安心というところがあると思います。それから、5つ目ですね。これカバーから出していただくと、中の素材、実はね、洗えるということですので、焚き火のね、匂いとかがついてしまうということもよくあると思うんですけども、そういった時はですね、普通に中材をシャワーで丸洗いして、カバーをね、洗濯機とかで洗えるということですので、まあ気になる焚き火の匂いとか汚れに関しても、まあ安心して使えるというのがメリットの一つかなと思います。中の素材に関してはね、先ほども言いました通り空気の層が 97% を占めているということなんで、乾燥に関してもね速乾性が あるということもあり、まあお手入れはね簡単にできるかなと思います。でもう一つですね、この中の素材なんですけど耐久性が高いということで、まあ織物の特徴としてですね、柔軟材と高反発機能を持つ凸材ループと横連結糸によって、まあこれ厚さ3センチしかないんですけども、まあ適度なクッション性を実現しているということで、実験ではですね8万回の耐久試験でも 5-7% のへたりということで、やっぱりねエアマット、それからインフレーターマット、どちらもそうなんですけども、長く使ってるとねへたってしまうということがある素材だとは思いますので、そういった意味でも耐久性が高くて長く使えるというのは非常にいいポイントかなと思います。そして、最後にですね、軽くてコンパクトというところです。まあコンパクト性に関してはね、そんなにまあエアマットほどのコンパクト性は正直ないですが、まあねこれと先ほども言いましたけども、ほとんどがね空気を包み込んでいるような素材でできてますので、まあ重さが 1.1 キロということですので、かなりね軽い素材となっております。まあ特徴としてはね、そんな感じなので、まあ通常のマットとして使っていただいてもいいですし、まあコットの上に敷いていただいてもいいんですけども、よいしょ。これ、私が持っている、バルブがついてね、勝手に空気が膨らむタイプのインフレーターマットなんですけども、そういったものと比較してもですね、インフレーターマットはね、最近のものだとだいたい8センチぐらいのものが主流かなと思いますが、それと比べてもね、半分以下の厚さなんですけども、まあ寝た時のね、寝心地自体は、こちらのマットの方がしなやかな感じはしますね。で、体圧をうまく分散してくれているということもあって、先ほども言ったように寝心地自体はかなりいいものとなっているのは間違いないかなと思います。し、まあなんといってもね、インフレータマットと比べると、設営撤収の手間ですよね。これインフレータマットはやっぱりバルブを開けると勝手に空気が入るというメリットはあるんですが、やっぱり片付けるときにね、空気を抜いたりくるくるくると、やっていく手間があるので、そういった点を考えると、ついてね、すぐババッと広げられるこういったマットはね、EVA フォームマットとかと同じような特性を持ちつつも、まあ、ウレタンフォーム並みの、寝心地を実現したということで、かなり、品質が高いのは間違いないかなと思います。まあ、さらに言うと、長く使えるという意味では、まあ、洗えるという点ですよね。それから、耐久性も高いということで、エアマットとか、こういったインフレーターマットは、少なからず、例えば、地面の状況が悪い中で使うと、穴が開いてしまうというデメリットもあったかと思うんですけども、こういった、マットに関しては、EVA フォームマットですとかと同様にですね、穴開きの心配はございませんので、まあ、ある程度、地面の状況が悪い中でも使えるかなと思います。で、実際に私ね、もう無謀にも、砂利のね、駐車場でちょっと寝てみたんですが、先ほども言った通りね、一点に力を入れると、そこだけはね、ダメージ加わるんですけど、いざ寝てしまうと結構ね体圧が分散されるので地面からのダメージも防いでくれますし、全然寝れるなといった印象でございました。なので空気が抜ける心配がないというのがね一つキャンプにおいては大きなメリットかなと思いますので、その点もね押さえておいていただければいいかなと思います。
で、まあ、メリットばかりねずらずらと並べてきたんですけども、最終的なねデメリットも、あるんですよね。でもうこれはねしょうがない部分ではあると思うんですけども、このメディカル素材を使っているという点で、まあ、原材料費がねやっぱ相当高いというところもありまして、価格がね結構高額になっております。およそまあ3万円ぐらいだと思っていただいていいと思うんですけども、まあ、その価格的な部分を、どう捉えるかではあるんですが、まあ、こういったインフレーターマットね何千から1万円ぐらいするかなと思うんですけども、まあそういった時に例えば、まあ、結構ヘビーに使う方だと1年に1回穴が開いて買いなきゃいけないみたいなこともあるでしょうし、さらに言うとエアマットでもね結構高価なものもね、多いと思うんですけども、この、メディカルキャンプマットの最大のメリットとして私が感じるところはですね、まあ、長く使える快適マットというところが、大きいと思います。そういったね細かい点も踏まえてですね、このね独特な寝心地は本当これの唯一無二感だと思いますので、贅沢な寝心地のマットを長く使えるという点ではですね、あなたの相棒となるマットになり得る商品かと思いますので、まあ価格面さえね許せるようでしたら、ぜひね概要欄の方を見ていただいて商品のね詳細見ていただければと思います。はい、ということで、まあ、今までねいろいろなマット紹介してきましたけども、どのマットにもない特徴を持った贅沢なマットということは言えると思いますので、ぜひねちょっとマット選びに悩んでる方はですね、その性能等をね概要欄の方に貼っておきますので、 URL リンクからちょっと見ていただいて購入検討いただければと思います。 EVA フォームマットみたいに気楽に使えて薄くて軽いのにめちゃくちゃ贅沢な寝心地というマットとなっておりますので、個人的にもねちょっと今後も使わせていただこうかなと思っております。はい、ということでですね、今回はマットの紹介ということで、キャンプ道具で一番重要なポイントはやっぱりね寝具周りだと思いますので、コットとかねマットとかシュラフとか、この辺に関しては妥協してしまうと本当にキャンプ自体が楽しくなくなってしまう、ジャンルだと思いますので、マットに関してもね贅沢なもの一つあると一気にねキャンプがガラッと快適になるということもあると思いますので、ぜひねこちらの方チェックしてみてください。ということで、やみつきソロキャンプでは、今後もですねこれからキャンプを始めたいですとか、キャンプを始めたけど何を買っていいかわからないという方に向けて、こんなキャンプ道具もあるよといった形で、いろいろなアイテムをご紹介できればと思っておりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで、以上やみつき松本でした。じゃあね。